毎度、岩本です。教えて、ガンちゃん。やってまいりましたよ。なんか俺の前にスタッフがもういつもの倍、しかも今日は座ってるんじゃなくて立ち上がっとるで、これ。いや、教えてほしいんですよ。お願いします。ガンちゃんの魂の授業を、おっしゃ、展開していただこうということですよ、うん、今日第1回目ということで、はいはい、今日は、うん、何を。そうか、せっかくここにホワイトボード用意してもらってるから、字だね、漢字。漢字素晴らしい。僕ね、ゴルゴ松本さんが少年院に慰問されて魂の授業されてるのを僕見たことあるんだけど、 YouTube では数百万回ね、数百万回ね、僕も見ても涙が止まらなく、あ、これかと、魂はと思ったことがあり、であのフレーズね、僕いろんなところで使わせてもらってるんですよ。パクリパクリTPO たっぷりパクるおっちゃんもうスムースに出てくるようになった。だってね、あそこで僕が感銘したのが2つ字があって、1つものすごく記憶に残ってるのが難しいっていう字、苦難困難災難、あの難という字、それを乗り越えて乗り越えて乗り越えて、そして自分でそれを振り返った時にはその文字がありがたしに変わるっていうのよ。昔は苦労は勝手でもしろっていう人もいたし、苦難困難それを乗り越える自分をね、やっぱり強く見つめながら歩みを強めようじゃないかっていうね、もうその授業かっこよかった。キャンプの動画でも言われてましたよね。そう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 、しっかりそういうことですよ。そういうとこやで、ね、このためにですよ。うん、なるほど、置いとこうかな。で、僕ね、今回僕もね、漢字でね、この言葉こういう漢字やったっけと。ほう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 。さあ、これ皆さん何て読むかっていう話だけど、これ読めるスタッフ、身長の身、二辺に、何辺っていうのか分からないけど、に美しいって書いて、これね、しつけっていう、しつけなさいとか言うでしょ。僕ね、こんな奥深い漢字があったんだと。字が汚いな、おい。これがね、人弁だったら分かるの。はいはい。人弁だったらなんとなく想像できるんだけど、やっぱこう、もっぺん改めて見せるわ。見て、完全にホワイトボードマーカー、インク薄いやろ、これ。しつけね。しつけ、思った。僕はね、両親にどんなしつけしてもらってたかなとかね、数年前に体罰が大騒ぎになって、しつけってなんだろうか、日本中で教育者とか大人が考え直させられたでしょ。考え直させられた時に、僕ね、もう一度そのしつけ、体罰じゃなくてしつけっていうのを調べてみたら、礼儀作法を教え込むことって書いてある。なるほどと。で、世界に目を向けても、このしつけという言葉の世界の、その、まあ、英語とかドイツ語とかやっぱ存在するんですよ。これが人だけじゃなくて、例えば動物であったりとか組織であったりとか、そういうことにもやっぱ使われる言葉で、身を美しくするってすごく今考えさせられないですか。今これをご覧の方、あなたたちですよ。そうや、今日しつけ、ご両親からしつけされて今まで行きましたよね。どうですか、今それで両親に感謝することはないですか。感謝します。でしょ、はい、でしょ、してます。どのあたりですか、一番、あ、ああいう厳しいこともあったけど、今自分が大人になって社会で、ああ、役に立ってるなっていうのがあったら、あ、じゃあスタッフ、はい、スタッフ A、 少年 A ですねスタッフ A、 何ですか。やっぱ挨拶、おい、っていうのと、うん、やっぱりお食事食べるときには、うん、いただきますと、ごちそうさまでした、きっちり言いなさい、感謝ね、感謝。スタッフ B、はい、箸の持ち方、ああ、はい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 、字の綺麗に書き方ね、あの、自分で食べるのもそうですけど、箸の持ち方や、あと字の書き方、綺麗に書くっていうのは相手に与える印象も変わってくるし、それが誠意にもつながってくる共通点あるじゃないですか。スタッフ A、 スタッフ B、 特にスタッフ B の人、沖縄の人ね。はい、沖縄は琉球の神様厳しいよ、知ってるでしょ。海ぶどう食べたことあるね。はい、海ぶどうはね、琉球の神様が沖縄の人たち暑い中頑張ってるけども、美味しいぶどうを食べてほしいからといって海の中にぶどうを作った、それが海ぶどうよ。そういう神話もあるやん。これはもう、うん、知らなかったもん。これはもう琉球の方が一応神話というか、もう、まあ、おとぎ話、いや、そういうね、受け継がれる話としてずっと歴史があるんですよ。僕はあの那覇の市場行った時に、海ぶどう売っているお店のちょっとオーバー的存在が出てきて、お客さんが手の甲を出してってパッとここに海ぶどうちょろっと乗せてください、食べて、美味しいでしょう、沖縄の海ぶどうはね、琉球の神様がてちゃんと説明してくれた。感動して、でそうやってね、美しい話もこう伝えていく、しつけじゃないけども、こうやって人に伝えていく。でも親御さんはそれを伝えるところにしつけも存在する、身を美しくしなさいって言うと。
これ僕は言いたい、各球団のフロントの方、そしてユニフォームを着ている監督コーチの方も、このしつけというのを押しつけじゃなくて、しつけというものはもう一度見直しながら、選手たちよく言うじゃないですか、特にファイターズは野球を教えるのと人間性も育てていくと言われます。僕ね、このしつけ、ただしつけなきゃいけないとなると上から目線とかちょっと語弊が出るかもしれないんですけど、これ字を見たら、あ、しつけって必要ですねと思わないですか。だから各チームの大人が高校上がりの選手獲得する、大学上がりの選手獲得する、社会にやっと出たその選手たちを人間性を本当の意味で育てるんであれば、姿の美しいと書くこのしつけということをもう一度考えようじゃありませんか。どうですか、今僕言っていてちょっと感慨深いとかないですか。いや、あの以前岩本さんが、強いチームはやっぱりそのしっかりしつけがされている、あ、そうそうそう、挨拶であったりとか、うんうんうん、その関係者に対してでも挨拶ができる、うん、そうです、ソフトバンクホークスすごいってことを言われてたので気持ちがいいもん、それが今つながりました。はい、いや本当何度も言いますけど、これは押し付けではなくしつけの部分、それをねちゃんと理解してもらえる言葉を選択するのは大人の人の選手ですよ。あ、大人の選手、大人の人の選手、おかしい日本語ですね。これはまたこんなことお母ちゃんに聞かれて怒られる。最近うちの母親高悦氏みたいにうるさいんだわ。 YouTube とかで喋ってたりラジオで喋ってたら、それ最近チェックしててすぐこれホワイトボード持ってきて、違う違うみたいな。先日も大阪でラジオリモートやってたら、雨がね、大阪雨降ってますわと、雨がしんしんと降っているたら、もうそうガチャーって部屋入ってきて、ホワイトボードでそれは雪って、雪はしんしんと降る、雨は何やったかな、サンサン、サンサン、そうでしょ、おい学がないのバレバレやな。え、何やったかな、ちょっと聞こう。雨はえサンサンス、違う違う違う、ちゃんとあって、ちょっと今聞くわな、聞いてるようじゃな、そこで覚えてないんやもん。ね、聞いてるところも使わない。あ、わかった、思い出した、聞く前に、うんうん、はい、雪はしんしん、雨はしとしとなんですよ、ザーザー降りじゃない雨は。それを母親にバーンって突っ込まれて、またまたこの50手前に勉強になったという。でも一回の恥は一生の得って言うじゃないですか。え、何にもそれをね、それ以降恥じることないんですよ。人にこう指摘されたり、それはありがたしと思って受け取らないと。どうですか皆さん、そう思いませんか、スタッフ。思います。お二人とも独身ですよね。はい、これから嫁はんもらってお子さんができたりすると、ちゃんと真心を込めてしつけするわけですよね。今のなんかこう染みませんか。染みました。はい、心身今ちょっとちょけましたよね。ですよね、ちょけ、すごい聞きたいことあるんですよ。はい、まあ、野球界特にそうですけど、褒めるが先行してしまってるんじゃないかっていう部分なんですよ。これはっきり言います、褒めて伸ばすってやつでしょ。これ決して間違いじゃないと思うんですけど、皆は間違った方向に進んでしまっている。これ褒めて伸ばすの、あーよくできましたで終わってるからややこしいんですよ。わかりますか、幼い子、特にあの何か競技に取り組んでる人、これ青年期もそうですけど、褒めて伸ばすじゃなく、これアメリカからやってきたのかな、こういう教育方針は世界からやってきたんですよね、じゃなく、その個人を幼子であれ青年期であれ男子であれ女子であれ褒めるんじゃなくて肯定するんですよ。やってること、やってることを肯定してあげて、次は質問、じゃあどうしてそれしたので、そこから大人登場、これもうちょっとこうするともっとパフォーマンス上がるよとか、もっと勉強はかどるよとか、それが僕は教育だと思うんですよ。あ、違いますか、褒めると肯定すると違いますよね。はい、肯定となると同意ですから、今度はなぜで、そして大人の知恵をそこに与えてあげる、僕はこういう教育方針がいいと思うんですよね。それがしつけにつながるんじゃないでしょうか。先生、はい、教育も教えを育む 字で書くと、はい、でも今は強く育てることが大事なんちゃうかなと思うんですよ。特にメンタルやな、はい、あの褒めて伸ばすっていうのを間違えると、ハートは、まあ、そんなにこうリバウンドメンタリティは備わらないかな。僕ね、このリバウンドメンタリティっていうのに出会うまでには、いやもう野球選手ね、一回ぶちのめされて、打たれて、ボコボコに打たれて、ボコボコに三振で打ち取られて、その後どうやってクソーと立ち上がるか、そこがポイントだと言ってたんですけど、これね、リバウンドメンタリティっていうそのまんまぴったりハマる言葉があったんですよ。これあるサッカー解説者の方からもうモルパクリさせていただいて、ちゃんとその人にも、うん、お断り申し上げましたよね。パクりました、 TPO たっぷりパクるおっちゃんや言うて、そこですよ。メンタルを強くするんであれば、やっぱしつけを意識して、その個人を肯定、そして改めての質問、そしてスパイスですね。あとはよろしくお願いします。
最後一言締めていただいてもよろしいでしょうか、はい、琉球の神様ありがとうね。毎度お気に入り。